今日は伊藤淳二による日本のホラー漫画。小学館の週刊ビッグコミックスピリッツで掲載された。奇妙な奇形魚に翻弄されるパニックホラー作品。2012年にアニメ化された。ただしは恋人の花織を連れて沖縄にやってきたが、スキューバの最中に水中を弾丸のように泳ぐ生き物に出くわし、その直後にサメに襲われかける。別荘に戻った。 ただしたちだったが、今度は花織がおかしな匂いがすると言い始めたことで、抗論になり、花織は部屋を飛び出す。しかし、今度は、陸上でも目にも止まらない勢いで走る生き物が現れる。アニメ文庫第一期作品として、ユリ星人ナ子さん、ミノリスクランブル、と共にアニメ化された、伊藤潤二作品としては、初のアニメ作品となる。 2011年10月29日から11月4日までプレミア上映も行われている。当初は30分を予定していたが、完成作品は約70分にも及ぶ作品となっている。2012年2月15日に DVD& ブルーレイ発売。原作では犠牲者だった花織が主人公となったため、花織途中の立場が逆転するなど、配役変更や、 それに伴うストーリー展開も大きく異なっている。また、制作側は u o テーブル史上最も赤字率の高い作品と語っている。キャッチコピーは体感性よ。あの不思議な魚のフォルム、音、動き。女友達と共に卒業旅行で沖縄へ旅行に行くことになった花織。しかし、旅行先に足が生え死臭がする奇怪な歩行魚が現れ。 さらに巨大なサメのような奇形魚にも襲われる。東京にいる婚約者の宙に連絡をするも不自然に途切れたため心配になり、急遽東京に戻るもすでに東京も歩行魚によって埋め尽くされていた。それでも花織は宙を探しに奔走するが、生惨な悲劇に見舞われてしまう。ありがとうございます。